国鉄 C58 形状機機関車車輪配置2から6から2は1軸先は3軸動輪1軸重輪で構成されるものを指す。アメリカ式分類での相性はプレーリー。2から6から2という車軸配置は飛行士面積を広くすることができるので熱量の低い。石炭でも高速運転に不可欠な蒸気発生量を増やすことができた。 その一方でこの車軸配置には走行中に左右道が起きやすい欠点を持っており、多くの車両でこの傾向があった。そのため、海外では対策として、マンテツプレニのように第三動輪で駆動するものも存在した。なお、中国版のマンテツプレニ記事では左右道に触れておらず、カーブ通過性能を向上させるためホイールベースを短くしたと説明されている。実際に、 C58 も大枠中央に動輪が集中していたことも相まって、帰省本線などの高速運転で振動が起きやすい欠点を持っていた。ただし、当時の帰省本線の表低速度は、線路状態の悪い平線の中でも低い 32.4kmH であり、補線や整備が振動の原因だった可能性もある。なお、英語版車輪配置2から六から二には、 走行時の不安定性が書かれているが、2から6から2車輪を多数採用したドイツやロシアではそのような記述がない。前後に重輪を有することから、前進でも後進でも使用されるタンク式機関車で主に採用され、テンダー式機関車での採用例は多くない。日本では脚下療養の中型機 C58 型で採用されたのみである。ありがとうございます。